長楽寺は兵庫県丹波笹山市にある総統州の寺院。3号は如意山。滝四国八十八箇所巡杯第29番。城北村歴史年表から混流されたのは小村上天皇の1346年12月。総統州寺院としての解散は1649年4月に、不登記な春が山と直によって開かれたとされる。 経安から安永までの歴史はよくわかっていないが、1678年4月に本寺である、ほら光寺の23世、月経先国山と直の遺志によって再建される。当時の胸札が存在する。多岐郷土志向の校によると、お寺の前の溝から温泉が湧き出て入浴した者は多くの病が治るということが領地史に書かれているとある。 本尊は、聖寛禅音菩薩。滝京都港によると、如意山長楽寺在寛北、桶、聖寛禅音、菩薩像、聖徳太子作なりとあるが定かではない。滝四国八十八箇所巡拝第二十九番千術寛禅音菩薩偉大な僧として、尊敬され、六百六十四年、六十三歳で亡くなり、長安の都に葬られていた、現状三蔵法師だが、 1942年に本軍南京守備隊が偶然に発掘される。その聖骨は全世界の9箇所に分けられ、その中の一つとして、1960年、聖、骨二粒を篠山に放迎し、長楽寺に仮に安置していたが、1975年に、長楽寺八世将雲慶山山となお,おらの山蔵法師法三会によって、 沢田の小林寺に生骨等が混流され、安置された。ありがとうございます。